我们先来看这个哈装饰品，这个装饰品里面的哈，就是现在呢北海道春天呐、啊，你可以看到一个很特殊的鱼，我们叫做呢 Sakura Tai， 就是鹰鲷就对了哈。那这个鱼是可以吃的，而且算是高级鱼哈，常常用来当做沙西米哦，直接生吃，一般是不会用来煮汤，煮汤就浪费了，因为就要吃那个鱼的甜味哦。而且他又说到啊、看到呢哈、这个樱花开，日本就代表的话一年的开始的，对不对哈、就要好好努力。然后来充实自己啊，一年四季在于春啊，哦，而且他这边有说的，登别这边的樱花，对不对？哦，通常樱花是从南边温暖的地方，三月份从九州往北上，有没有？最北方哈、到达北海道哈、大概五月哈、可以看得到。哦，那登别这边的话，大概四月底五月初，五一黄金周的时候，哦，就可以看到哈、我们的樱花大道。哦，所以这个樱鲷很特殊，好不好？哦，所以说它因为它身上哈可以看到粉红色的花纹哈、才称为哦樱鲷，鲷鱼的一种就对了哈、算高级鱼类。啊、哦，就像日本哦，在樱花树举办赏樱大会的时候，一定会吃这种樱鲷的生鱼片或料理，然后来应景啊，有没有？因为日本很强势，什么季节要吃什么料理哦，就是要符合那种我们当季新鲜的概念一样哈、翻成白话文有没有才是最好吃的哈、好，那现在跟着二号我们走出来好不好？红色的建筑物，对不对？海狮秀在里面。那在外围的这个游泳池，他们是海豹。海豹跟海狮不一样，海豹是身上有豹纹，它叫海豹，好不好？好、哦，那我们。我知道我二十两次。ではまず名前の紹介からしていきましょう。今回登場してきたのはメスのカリフォルニアアシカで、名前をハルと言います。はい、頑張ります。バッチリと肩やきをしてくれました。それでは早速春にはボールバランスに挑戦してもらいましょう。アシカはこのボールバランスにとても得意なんです。その秘密は鼻の先に生えている長いヒゲにあります。ヒゲを立てることによってボールのバランスの感覚をつかんでいるんです。ではこのバランス感覚もっとご覧いただきましょう。まずはプールに投げたボールを拾ってきてもらいます。しっかりと拾ってくることができるのでしょうか。ゆっくりでいいよ、落とさないように。ここでぐるっと回転です。さあもう一周、そのまま台に登って、それ逆立ちも決めます。ではどんどん行きましょう。今度はバスケットボールに挑戦です。お客様向かって左側のバスケットボールにご注目ください。さあよく狙ってシュート。ナイスシュート、一発で決めてくれました。さすがハルちゃんですね。それでは今度はボールを変えて、こちらの大きなビーチボールを使っていきます。プールに投げたビーチボール、どうやって運んできてくれるのでしょうか。じゃあハルちゃんは次の練習の通りにね。さあ行ってらっしゃい。はい、どうぞ。リフティングです。男のように、このままステージに上がります。はい、しっかり手元まで返してくれました。それではボールの種目はこの辺りにしまして、道具を変えましょう。今度はこちら、5つの輪使って輪投げに挑戦です。まず春には台の上でキャッチしてもらいましょう。じ
じゃあ、はるちゃん行くよ。1つ、2つ、キス。あっと、私のミスをしっかり回してくれています。それでは気を取り直して4つ目から行きましょう。4つ。そしてラスト。はい、5本中4本のキャッチ。それを今度はもう少し難しくしていきましょう。プールに投げる輪を水面に落ちる前にキャッチしてもらいます。こちらの種目難しいけど、はるちゃん自信ある？すごい自信ですね。よし、それじゃあ行っていきましょう。勢いをつけてスタート。全部落としちゃいましたね。どうするの？しょうがないですね。では落としてしまったまま自分で拾いましょう。全部で5本あるけど頑張って。はい、なかなか器用ですね。自分の首にかけています。全部拾えたようです。今度は落とさないようにね。それでは一息入れまして、私とハルが皆様の近くに移動します。少しの間お待ちください。お待たせいたしました。それではハルもこちらに呼びたいと思います。はい、ゆっくりとやってきてくれました。それでは改めて明日の荒野体つき、先ほども紹介しましたが、こちらはカリフォルニアアシカといいます。名前の通り北アメリカカリフォルニア沿岸からメキシコ沿岸にかけて生息しております。成長しますとオスメは体重なんと280キロ、メスでも90キロにもなるんですよ。自然界では魚を中心にイカやタコなどを食べていますが、現在マリンサプレは3種類のお魚を与えています。その種類はサバ、ホッケ、そしてイカナゴという種類のお魚です。食べ方は全て丸飲みなんです。それでは入口側のお客様にも春の大きな姿をご覧いただきましょう。ここで得意のこれ、逆立ちを決めます。いや、決められて照れてますね。それでは続いてアシカの泳ぎ方をご覧いただきましょう。アシカはこの大きな前足を使って鳥が羽ばたくようにして泳ぎます。そのスピードなんと時速30キロにもなるんですよ。では実際に春の泳ぐ姿をご覧いただきましょう。まずは奥の席に向かいます。そのまま入り口側にも向かいますよ。前足を使っている姿ご覧いただけているでしょうか。春の泳ぐ姿ご覧いただきました。それでは続きまして、春とっておきの得意技スマイル、皆様にプレゼントしたいと思います。シャッターチャンス一瞬ですので、カメラは構えてお待ちください。入り口側から順番に向かっていきます。お席は立たないようにお願いいたします。それではまずはこちら側を向いていきますよ。スマーッ。ここからはプールの中で笑っていきます。スマーはいポーズ。スマーイ。
るように見えますか？続いて真ん中のブロックで披露していきます。いきますよ、スマー、はい、ポーズ。まあ、ちょこっと出します。お待たせいたしました。それではまいりましょう。こちらのブロックで披露していきます。準備はよろしいですか？まあ、はい、ポーズ。お待たせいたしました。ショーもいよいよ大詰め。春には水面に落ちる前にタッチしてもらいます。こちらの種目、スピードとタイミングが重要です。私も春も頑張ります。それでは行きましょう。こちらの大きな輪を使ってバスフリージャンプに挑戦です。ジャンプ一式ですので、ポールの中央にご注目ください。スタート位置は入り口側です。そこから行きます。バイバイ。没有了，再来。来这里看你试试看。
うかアザラシたちの泳ぐ姿ご覧いただけてますか。アシカの仲間たち泳ぐときには主に前足を使って泳ぎます。なんですがアザラシたち気になるんですね。大きな後ろ足を左右交互に振りながら泳ぐのがアザラシの特徴なんです。はい、アザラシたちの泳ぎ方をご覧いただきました。それでは続きましてアザラシたちが食べているお魚を紹介していきたいと思います。自然界では魚を中心にイカやタコ、エビなどを食べているんですけれども、現在マリンパークでは3種類のお魚を揚げています。まず1つ目がですね、ちょっと見えづらいんですけれども、こちら細長いイカナゴっていうお魚です。脂が乗っていてアザラシたちみんな大好物の魚なんです。イカナゴです。続いて2つ目がこちらです。ちょっとサイズ小さいんですけれども、こちらホッケですね。よくスーパーでは開きになんか売っています。ホッケです。そして3つ目がこちら青魚のサバになります。こちらも丸ごと1本なんですけれども、アザラシたちは丸のみで食べています。口の中には私たちと同じように立派な歯がたくさん生えているんですけれども、こちらは、お魚を捕まえるためのもので、僕たちのようにもぐもぐと噛み砕いたりはしません。捕まえた魚はつるんとそのまま丸飲みにしてしまいます。1日に食べる量ですが、大人のアザラシ1頭で約4キロから5キロほどになります。子供のアザラシになりますと1日に2キロから3キロほどペロッと食べちゃいます。それでは今日のお話この辺にしながら、引き続きアザラシたちにお魚あげていきたいと思います。何かご質問ございましたら、どうぞお気軽にお声掛けください。この後11時からはあちらの広場におきまして、ペンギンたちのパレードとなっております。皆様お時間を合わせて